オランダガラシは水中、または湿地に生育する、油中の多年草。クレソン、またはクレスとも言う、とも言う、ヨーロッパから中央アジアの原産。日本では一般にクレソンと呼ばれていて、標準和名オランダガラシは、外国からトライしたという意味で名付けられている。英名を、ウォータクレス仏名クレッソン2名クレシオーネ。中国名では、豆弁イと呼ばれている。 別名では水枯らし、西洋ゼリなどとも呼ばれている。学名としては、ナスタチウムフィチノレイ、N ナスターチウムワクアトカム、N ワクアトカム、ドリッパナスターチウムワクアトカムが用いられる。ヨーロッパ、中央アジアの温帯が原産と言わる。北アメリカ、南アメリカ、アジア、オセアニアに移入分布する。各地の清流で生えている。日本には、明治3の4年頃に、 西洋野菜として導入されて栽培が始まり、気化植物として各地に野生化しており、しばしば宮山の水際などで見られることがある。多年草。中水植物もしくは沈水植物。繁殖力は極めて旺盛で、水辺のところに節がある切った茎を置けば容易に、発根する上、成長が早く、たやすく増殖する。オランダガラシは清流にしか育たないという俗説は、 誤りで、汚水の中でも生育する。日本でもよく似た小葉ノラウンダガラシとともに川や溝に野生化、雑草化しているのがよく見られる。葉は、奇数上服用、5月頃、茎の先に白い小花を咲かせ、その後細いサヤ状の種子をつける。緑黄色野菜に分類され、独特な香りと、ほのかな苦味、ピリッとする辛味がある。ベータカロテンを大量に含み、 ビタミン C、鉄分、カルシウム、カリウム、養酸などの栄養素も豊富に含むことから血液の酸化や貧血予防に役立つ野菜と言われている。2014年にアメリカ疾病予防管理センターが健康に重要とされる栄養素をスコア化し栄養素の高い果物と野菜トップ41を発表した中でクレソンは100点満点を獲得した日本には 明治の初めに在留外国人用の野菜として導入されたのが最初とされている。外国人宣教師が伝道の際に日本各地に持って歩いたことで広く分布するに至ったと言われている。日本で最初に野生化したのは東京上野のレストラン西洋圏で料理に使われたもので茎の断片が汚水とともに忍ばず池に流入し根付いたと伝えられている。現在では各地に自生し、 比較的山間の河川の中流域にまで分布を伸ばしており、ごく普通に見ることができる。爆発的に繁殖することで水域に生育する、貴重な在来種植物を駆逐する恐れや水路を塞ぐ、危険性が指摘されている。日本では外来生物法によって、要注意外来生物に指定されており、駆除が行われている地域もある。 半水性なので水耕栽培に向いており、特に弱アルカリ性の水でよく生育する。栽培すると高さ50から120センチメートルにもなる。耐寒性は強く冷量な気候を好むため、夏に水温が上がりすぎると弱る。日本では品種はないが、イギリスでは、ウォーター、ウォーターラージリーバド、ウォーターブロードリーバドといった品種がある。 クレソンと野生種 N マイケラフィリムとの主観雑種のナスタチウム X ス,ステラルはサラダ用に栽培されている。日本のクレソンの収穫量と作付け面積の水日本のクレソンの主産地は山梨県、愛知県、大分県などである。2012年度の都道府県別の生産量は山梨県が最も多く、山梨県内のクレソン生産量の76%を 占める道志村が出荷量全国第一位である。クレソン収穫量上位10都道府県ほうれん草やルッコラなどとともに香味野菜として若い茎と葉がサラダやビーフステーキやハンバーグ、ローストビーフなどの肉料理の付け合わせになど用いられる。おひたし、和え物、煮浸たし、油炒め、しゃぶしゃぶ、スープや味噌汁の具などにも利用できる。 通年安定して流通しているが、野菜としての旬は春で、早春のものは特に辛みが効いて、葉の緑色が濃くて、ひげ根は少なく、茎がしっかり締まっているものが良品とされる。最近はスプラウトとしても利用されている。霜に当たったクレソンは葉が赤黒くなるが、味は甘みが増す。イスラエルの杉越の祭りの料理に使われたとされる。 独特の風味と辛味となる成分はシニグリンで、わさびの辛味と同じものである。シニグリンは、酵素の働きによって、アリルイソチオシアネートという物質に変化し、強い殺菌作用と抗酸化作用があると言われている。保存するときは、乾燥しないようにポリ袋などに入れて冷蔵庫で、冷蔵する。また、水を入れたコップなどに形容をさして、毎日水を取り替えておけば、数日間は、 新鮮さを保つことができる。スーパーなどで売られているクレソンは、茎が硬いものも多いが、茎が柔らかく、クレソン独特の香りを楽しむ食べ方が人気になりつつある。前奏や種子には、グルコナッソルチンという配当体が含まれ、加水分解すると、辛味成分の元になっている、フェニルエチルカラシウに変化する。他の油中植物と同じく、辛味のグルコシノレート、 イソチオシアネートという物質を含む。このラミ成分は、校内の味覚神経終末を刺激して、唾液や胃液の分泌を促し、食欲増進や消化促進に役立つほか、外用すれば痛みを和らげる作用がある。また、ラットによる動物実験では、日常的な接触は、血圧上昇抑制及び脂質代謝改善に有効であるとする報告がある。 薬効が認められる一方で、処方医薬品との相互作用が報告されている。クレソンが持つ薬効は、中国では空ぜき、期間自然則の時の咳止めに使われ、ヨーロッパでは、食欲増進に古くから使われていた。ブラジルの薬局ではクレソンから作られた、咳止めシロップが大衆薬として認知されている。民間では、胃もたれ、消化不良、食欲不振の時などに、 クレソンの新鮮な形容を生のまま、サラダやスープ、料理の妻として食べると良いと言われている。死痛の時の応急措置、肩こり、神経痛、リウマチ、痛風、筋肉痛などの時に生の形容をすり鉢などですりつぶして、ガーゼなどの布切れに包んで患部にレーシップすれば良いとされる。生薬にするときは前奏を用いて、天日乾燥して、 クレソン粉末に調整して、西洋再冠と称している。乾燥品を用いるときは、一日量3から5グラムを 400cc の水で煎じて、水消液素を3回に分けて服用する用法が知られている。また、クレソン粉末を水などでそのまま服用する場合もある。ノートルダム大聖堂のクレソン模様の彫刻、オリバー・ゴールド・スミスに、クレソン最終人の老婆を描いた、し、 ハイソンザデザーテッドビレッジがある。ありがとうございます。